お久しぶりです、椎名です。久しぶりに YouTube 撮ったのでぜひ見てください。今回も一人旅、バタバタしてたのもあって近場にしてみました。箱根まで行ってきます。いい天気。今回お目当ての神社があって、ちょっとそこに寄ってからずっと行きたかった宿に泊まろうと思います。バス乗り間違えなかったです。今回バスで最寄りの駅まで到着しました。そう、九頭龍神社に今回行きたくて来たんですよね。そう、これこのセット頼もうとしたら忘れてて普通にサンドイッチ頼んじゃった。皆さん行った際にはぜひこれ頼んでみてください。そして九頭龍神社に向かいます。花粉がめちゃくちゃ強いけど、なんかバランス的に顔写さないとって思って無理やり顔写して今年の花粉は強かったですね。湖かな綺麗、のどかで癒されますね。入場券を買って九頭龍神社へ向かいたいと思います。向かいました。ずっと到着します。早いな、展開が神秘的。まだまだお散歩したかったんですけど、ちょっとこの日はすごく寒かったので早めに宿に行くことにしました。中郷浦駅に到着して、ここです。ずっと来てみたかった箱根本箱ブックホテル、本に囲まれた宿なんですけど、私すごく本が好きなので最高、天国。あ、このな、何これ、カバンみたいなやつと部屋着、これで館内を歩けるそうです。これ着て、あとレストランもこの部屋着で入れるそうですよ。そう、外にねお風呂がついてるんです。最高じゃないですかなんかガタガタですいません、見にくいですよね。酔っちゃう。最高。皆さんは休日ちゃんとお休みできてますか？もうバタバタな日々からね、こうやって解放されてのんびりできる時間が最高に幸せ。頑張ってよかったって思えるよね。明るいうちから入っちゃいました。すいません、ちょっと喋ることがなくなってしまいました難しいね YouTube って。部屋着に着替えて館内を散歩したいと思います。無機質な感じがいいよね。
全体的に。あ、そう、本すごくないですか。こんな感じで本に囲まれてます。これはもう一日じゃ足りない。こういうちょっとくぼんだところに人間が入れるスペースがあるんですよ。ついつい入りたくなっちゃいますよね。そう、朝ね結構早かったんですごい眠かった。もう一泊したかったな。ちなみに気に入った本は購入することができるみたいです。すごい。お待ちかねの夜ご飯の時間がやってきました。自然派イタリアン、すごい文字がいろんなところにぎっしりあっていい。美味しそう。野菜をね中心としたイタリアンだそうです。ワインもペアリングしてもらいました。結構飲んだ気がする。体がね喜ぶご飯っていいですよね。見た目もとにかく美しかったです。魚、最近魚食べるの練習してるんですよね。ちょっとずつ食べれるようになってるのかな多分。あ、奥はねカウンターの席があって、ここは個室なんですけど、なんかめっちゃ気になってたやつ。締め。そしてデザート。あ、ね、これねお茶菓子なんですけど、この距離感あのなんかすごい笑えてきちゃってどういうあ、すみません、ちょっとかぶっちゃったな。そして夜ご飯の後にこのほろ酔いセット、夜更かしセットみたいなのを、事前に注文予約してて、この渡されるんですね、セットみたいなのが。でどこで飲もうかなって散歩してたらシアタールームがあって、うおーってなった。あとね、ところどころこういうねちっちゃいスペースとかがあるからいいなーって思ったんだけど、結局お部屋で飲むことにしました。もっと夜が長ければいいのになーって思ってしまいます。こんな感じで今回の旅は終了です。あー、相変わらずな感じの YouTube でごめんまた更新します。じゃあね。